どうも、カタログアクトです。僕、11月30日から増量を始めまして、で、今が12月31日、ちょうど1ヶ月経ったので、進捗報告をしていきたいと思います。で、まずは体重なんですけど、11月30日が 70.3 キロで、12月31日が 70.2 キロ減ってるじゃんって思うと思うんですけど、まあ、これグラフを見ればわかりやすいんですが、確かに点の12月30日と12月31日だけを比較したら体重は減っているんですけど、体重の平均値自体はじわりじわりと上がってきているので、まあ今のところ計画通りかなという感じですね。今の体重スピードで僕は全く不満がないところです。で、次に写真なんですが、まず上半身正面の写真。まあ、あまり分かりづらいとは思うんですけど、全体的にボリュームは増えてきたかなといった印象ですかね。特に肩周り、自分でも鏡を見た時に肩周りの筋肉がすごいついてきた、肩幅が若干広がってきたかなという印象があります。で、次が側面ですね。で、側面を比較すると分かりやすいのが胸のボリュームと背中の厚みですかね。特に胸のボリュームは明らかに前に張り出しているのがわかる。まあこれは自分で鏡で見ても確認してもすごいわかるんですけど。なので上半身がやっぱり成長スピードが結構いい感じかなといった印象です。で、背面ですが、背面ちょっとわかりづらいですかね。若干僧帽筋の筋肉が盛り上がってきたかなといった感じがしますが、そこまで目立って変わったかって言われたらちょっと微妙だと思います。まだまだ増量期1ヶ月目ですしね。で、次が力こぶ。まあもともと僕腕そんな太くないんですけど、増量1ヶ月目の方が若干上腕二頭筋がくっきり見え始めてきたかなといった印象ですかね。そこまで変化は感じられないかなと。で、次が前腕と肩。で、これが一番やっぱ変化感じましたかね。その肩の三角筋の横の部分、あとは上腕三頭筋の部分の筋肉が、まあ、自分で鏡見ても明らかに変化してきているのがわかる。で、写真の見比べてみても、この角度がやっぱ一番変化を感じます。で、前腕の部分の筋肉も盛り上がってきているので、まあ、やっぱ上半身が一番順調ですね。で、次下半身。お尻は正直そんなに違いがわからないかなといった感じですかね。もう自分で言っといてあれなんですけど、まあ、ただ動いてるとき、静止画だと分かりづらいんですけど、動いてる時の筋肉の動き方とか見ると、お尻の筋肉もちゃんとついてきてるかなといった印象です。で、次に太ももの前。太ももの前も大腿四頭筋のその内側広筋とか、若干内側のぼっこり具合が膨らみが大きくなってきたかなといった印象ですかね。ふくらはぎも若干前に出てきたかなといった感じ。まだそこまでやっぱ強く変化は感じないですが。で、最後に足の後ろ側ですね。で、後ろ側はそんなに関係ない、変わらない。まあやっぱ変化しづらいという部分はあると思うんですけど、太ももの裏とふくらはぎは。なんで今回の増量期で一番変化があったのは上半身といった感じですかね。で、動画で見た時もやっぱ思いますけど、その静止画で見るよりは自分では変化を大きく感じているので、今のところすごい満足しています。増量スピードも計画通り、トレーニングも順調に積んでいるという感じですね。で、僕のトレーニングメニューはメンバー限定動画として公開しているので、よかったらまあ参考にしてみてください。メンバーシップ登録していない方はぜひ登録よろしくお願いします。